アイテム番号 SCP-362JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-362JP に通じるマンホールの上には直径 5.5 メートル高さ48メートルの円筒型のカバー工業用煙突に偽装が建設されています。全体が断熱構造になっており、内壁には液体窒素の噴出機構を設置、三重の気密式隔壁が設置されています。隔壁の開放には、日本支部理事会の承認が必要です。マンホールの蓋には各種センサーが設置されており、カバーに隣接するサイト、8125、工場に偽装、にて24時間体制で監視されます。SCP-362JP-1 が外に出るような動きを感知した場合、サイト管理者は直ちに液体窒素の噴出機構を作動させてください。隔壁が一つでも破られた場合は、警視庁公安部所属エージェントの主導によりカバーストーリー、テロリストによる爆破予告を用いて周辺住人を避難させ、以降は機動部隊司令部に管轄を移します。説明。SCP-362JP は東京都、区、町のマンホールからつながる純閉鎖型の異常空間です。内部を構成している要素は一般的な下水道と同様のもの、および同様の構造で建造されており、材質も通常のコンクリートや工業用の金属部品などが使用されています。しかし、水道局の整備地図とは分岐などの諸データが一致せず、GPS は通信エラーを示します。マンホールの蓋付近からであれば、内部との短距離通信は可能です。水路に当たる部分には、赤く粘性のある液体が流れています。研究班がサンプルを分析したところ、哺乳類の血液に成分が酷似していることが判明しました。詳細なデータは、生命工学研究所培養棟のサーバーに保管されているファイル SCP-362JP 群を参照してください。SCP-362JP 内では敵対的な反生物的存在、以下 SCP-362JP-1 が確認されています。全長2から4メートル程度、映像や目撃者の証言を統合すると、赤いヘルメット、作業服、工具、レー、スコップ、ツルハシ、ドリルを装備した赤いスライム状の人型と表現でき、SCP-362JP を流れる赤い液体が変質したものと推測されています。SCP-362JP への侵入者を発見すると、直ちに襲いかかります。力は相当に強く、機動部隊使用のボディアーマーを一撃で破壊しています。また、液体で構成されているため、通常火器はほぼ無意味です。動きは機敏ではありませんが、SCP-362JP の地形上回避は困難です。第5次調査、口述の際に出現し、現在も総数不明の個体が SCP-362JP 内を徘徊しています。調査記録の分析により、SCP-362JP に損傷を与える行為が出現のトリガーになったと推測されています。現時点では SCP-362JP 外に出ようとした例はありませんが、行動原理に不明な点が多いこともあり、サイト8125の警戒レベルは最低でも常時3に設定されています。SCP-362JP-1 への対策が用意できるまで、SCP-362JP の調査は停止されています。調査記録 SCP-362JP 抜粋。全文はサイト、8125及び中央資料室、区画に保管。第一次調査、日付2010年10月日。目的、予備調査。手段、B クラス職員3名を潜入させる。結果、入り口から100メートル以内の地図を作成。水道局の整備地図とは不一致。GPS も普通。マンホール内部を異常空間と判断。本件を SCP 事案と確認。
赤い液体のサンプルを入手。第二次調査、日付2010年10月1日。目的、より広範囲の調査。水中カメラによる水路の調査。手段、B クラス職員10名を潜入させる。うち3名は水中カメラ担当。結果、入り口から300メートル以内の地図を作成。水中カメラ、視界不良のため調査困難。担当者、水中に何かがいたような気がする、と報告。映像では確認できず。第3次調査、日付2010年10月1日。目的、より広範囲の調査。地中レーダーによる空洞の調査。手段、B クラス職員15名を潜入させる。うち5名はレーダー担当。結果、入り口から700メートル以内の地図を作成。レーダー担当、規則性のある音を感知。担当者は、一定のリズムで太鼓を叩いているような、と表現。第4次調査、日付2010年10月1日。目的、音の発信源への到達。手段、B クラス職員20名を潜入させる。音が強くなる方面を重点的に調査。結果、発信源は座標 X4612、Y7581 の直下約100メートルと推測。しかし発信源に至る通路は発見できず、数名の職員が、誰かに見られているような気がする、と報告。映像では確認できず。第5次調査、日付2010年10月1日。目的、ボーリングマシンによる音の発信源の調査。手段、B クラス職員20名を潜入させる。ボーリングマシンによって座標 X4612、Y7581 から音の発信源まで潜航し、その後ワイヤーカメラによって撮影を試みる。結果、作業開始直後に、付近の水路から湧き出すように次々と SCP-362JP-1 が出現。作業中の B クラス職員に襲いかかり、削除済み。調査本部、機動部隊津、3、土雲、に出動要請、津、3、SCP-362JP に突入するも、削除済み。津、3指揮官、機動部隊司令部に増援要請。この間、音が可聴範囲にまで増大。微弱な振動などの現象が発生。液体窒素11のみが、SCP-362JP-1 に効果があることを確認。つ、3、SCP-362JP-1 を足止めしつつ撤退。隊員ら、数体の SCP-362JP-1 が先行部分に覆いかぶさり、体を結晶化させている場面を目撃。SCP-362JP-1、SCP-362JP 外に出る様子はないため、研究班、特別収容プロトコルを策定、技術班、カバー及びサイト、8125を構築開始。技術班よりマンホールの縦穴をセメントで塞ぐ。蓋を溶接する等の案も提出されるが、班主任会議により SCP-362JP-1 を刺激するリスク。再調査の必要が生じる可能性を考慮され見送り。以降の調査は日本支部理事会の許可が下りるまで停止。ホイ、博士、当 SCP 事案研究主任、準一等隊員、津、三指揮官、の会話をもとに編集。両者は、大学の同期生でプライベートでも親しい間柄。日付2010年11月1日、総合医療センター附属病院にて。博士、やあ、治療は順調かね。準一等隊員、ああ、頑丈だけが取り柄なんでね。サイトの方は？博士、問題ない。あれ以来、静かなもんだよ。まったく、何なんだろうな。
あの下水道は。準一等隊員、沈黙。博士、ああ、いや、この話題は予想、しばらく雑談。看護師、面会中、失礼しますね。輸血だけよろしいでしょうか？博士、ええ、どうぞお構いなく。数分後、看護師が退出。博士、早く一般病棟に移れるといいな。そうすれば、女房も連れてくるのに。準一等隊員の様子を見て、おい、どうした？準一等隊員、輸血チューブを凝視しながら、そうか。博士、え？準一等隊員、わかったような気がする。SCP-362JP とは、何なのか。博士、本当か？準一等隊員、いや、素人の想像だ。根拠があるわけじゃ。博士、研究者だって、まずは想像から始めるもんだ。ぜひ聞かせてくれよ。準一等隊員、苦笑、やれやれ。さっきまでの遠慮はどこ行った？まあいい。ずっと引っかかってたのは、あの化け物どもの態度だ。博士、態度？準一等隊員、必要以上に大きく腕を振り回して、まるで、威嚇しているようだった。縄張りを荒らされた動物みたいにな。あれを見てると、こっちが悪いことをしているような気になったよ。まあ、奴らにしてみれば、俺たちはあそこに存在しないはずの異物、ウイルスみたいなものだろう。博士、ウイルス、まさか。準一等隊員、輸血チューブに視線を戻し、ああ、そうだ。SCP-362JP とは、血が流れる下水道、ではなく、血管そのものなのかもしれない。そう考えれば、あの化け物どもの行動も説明がつく。奴らは血管内の異物を排除する白血球であり、血管を修理する血小板でもあるんじゃないか。博士、じゃあ、あの、太鼓を叩いてるような音、は。準一等隊員、すまん、ここから先は、君たちに任せるよ。怖くて、ここから先に進めないから、俺は、研究者になれなかったんだろうな。以上は正式なインタビューログではありませんが、博士の希望により掲載されました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。